花電車として運用時の53熊本市交通局50、軽電車はかつて在籍した熊本市交通局の路面電車用電動貨車である。熊本市交通局が従来保有していた貨車、山水車の全廃後、本格的な花電車が運行されることはなかったが、1978年に日の国祭りの開催時期が変更されたことを契機として、 本格的な花電車を走らせるために既存の旅客車両を改造したのが本形式である。種車となったのは1950年に広瀬車両で製造された1050系1051から1053である。貨車に改造されたのは51が1983年、52.53が1979年で番号は9番号の下2桁から取っている。 車体は、前面の運転台下部を残して、完全に撤去された床板のみで、中央扉にあったステップは、外反と共に埋められた。前面は、下部中央に、旅客車両よりやや小さめの全小灯を備え、尾灯は左側に、赤色一灯型を備えるが、もともとが、落成時代がそのスタイルで、ワンマン改造時に、昭和三十年代から昭和五十年代のバスに、 取り付けられていた、ウインカー及びテールライトを全面下部の左右に取り付けられ、微灯が赤色、青銅灯が大々色に区別されたが、花電車へ改装する際に落成時の左側に赤色一灯に戻された。パンタグラフは改造時に旧型車両と同様、田崎橋、城、熊本寄りに移設し、向きも同じ方向となっていた。 運転台は完全なオープンエアタイプとなっているが、実際の運用時には、花電車としての装飾が行われるため、屋根のみ設置された状態で運行していた。また廃章機は、51と53が、現在の旧型車両のほとんどが、同じタイプのものを取り付けているのに対し、52は1080系1085と同じ大円形のものを装備していた。 自家並列低公式を採用している。モータは、東洋電気製造が製造した三十八キロワットのものを二機使用している。台車は、不装金属製の k s 四十 J 型板羽台車である。五十二条熊本電車車両基地にて五十一は九百九十八年に廃車され、晩年は五十二点五三が残存し、花電車として、下機期間のみ使用され、 それ以外は、大江車庫から後に植え、熊本電車車両基地で保管されていた。長らく毎年スポンサー別に2両体制であったが、2009年より、複数のスポンサーが合同化され、53号1両のみの走行になり、装飾も従来より簡素化され2012年より節電などの理由で運行されなかった。 2015年11月頃、老朽化により2両とも廃車となり、上、熊本車庫にて解体された。ありがとうございます。